戦国時代、天下布武を目指し、その後の歴史を大きく変えた織田信長。誰もが認める戦国時代最大のヒーローは、400年経った今でも、そのリーダー像に惹かれる人は多く、人気は衰えません。まだ日本に伝わって間もない新兵器、鉄砲にいち早く着目し、その天才的軍事センスで、並み居る強敵、難敵を次々と撃破していきます。また、関所の撤廃や楽市楽座など、旧態依然とした社会全体に広く影響を与える斬新な発想力で政策を行いました。しかし個性的で独自のやり方を主張する信長に対し、反旗を翻した武将も多くいました。今回はそのような信長に逆らった武将たちがどんな末路をたどったのかを解説していきたいと思います。天下の名器とともに散った共有松永久秀。松永久秀は信長を二度も裏切った人物として知られています。松永久秀は室町幕府で権勢を誇った細川家の家臣三好長慶に仕えていました。出城は明らかでなく、優秀さから名もなき家からの立身であったと考えられています。久秀は当初右筆初期秘書として三好長慶に仕えたとされ、次第にその才能を認められ、軍事指揮官としても活躍をするようになります。また久秀は長慶から大和の国現在の奈良県の支配を任され、軍事的実力も確固たるものになっていきます。久秀の急激な出世は三好家内でも嫉妬と警戒の目で見られていたと思われます。特に長慶の一族からすれば脅威でした。そこで久秀は先手を打ちます。三好長慶の弟や嫡男を毒殺したり、讒言により長慶を怒らせ殺させたりして、有能な後継者を次々と排除していきます。永禄7年1564年7月に三好長慶が病死すると、久秀は主導権をめぐって三好三人衆、三好長安、三好宗位、岩成友道と対立します。三好三人衆とは長慶の時代から三好家で重要な位置を占めてきた人々です。戦いを優勢に進める三好三人衆は久秀の本拠地である大和に攻め入ります。しかし久秀は東大寺に陣を張っていた三人衆を奇襲し、これに勝利します。この際久秀軍が東大寺に火をかけ、大仏の頭部や伽藍などが焼失したと言われています。それでも戦況は三好三人衆に傾いており、久秀は苦戦を続けていました。そんな時、その情勢を打ち破る事態が起こります。織田信長が前の将軍足利義輝の弟義昭を奉じて京に進軍してきたのです。久秀はいち早く信長に近づき、茶の名器と言われたつくもかみなすを献上し、信長の心をつかみます。信長は久秀の心中を許し、三好三人衆を追放して畿内を平定し、久秀には引き続き大和の支配を任せています。久秀は信長からの支援を得て大和の大半を平定し、信義三条、多聞山城を中心として支配体制を確立します。茶人としても知られていた久秀は多くの名物を持っており、それを織田信長に送ったと言われています。その従順な態度に信長も満足だったでしょうが、それ以上に久秀の武将としての能力を買っていたようです。事実久秀は信長が越前で朝倉浅井連合軍から挟み撃ちにあった金ヶ崎の戦いにおいて、近隣の土豪を説得して信長を無事京都に脱出させる功を挙げています。織田信長は足利義昭を将軍の位につけた功労者でしたが、次第に二人は政治の主導権をめぐって対立するようになります。義昭は天下の主だった大名に密書を送り、打倒信長を呼びかけます。近隣の大名浅井氏、朝倉氏、三好三人衆、本願寺、そして信長が最も恐れる武田信玄などがこれに呼応します。いわゆる信長包囲網です。甲斐の虎と言われた信玄がついに兵を西に向けて上洛を目指し、三方ヶ原で織田徳川連合軍を一周します。
この結果を知った悠仁は信長の命運は尽きたと見て、四季山城で信長に反旗を翻しました。これが一度目の裏切りです。しかし信玄は遠征の途上で病死、武田軍は本国に撤退します。信長は反対勢力を個別撃破するとともに、将軍義明を京から追放しました。悠仁の読みは完全に裏目に出ました。悠仁は多聞山城を信長に差し出し降伏。この時も名物を大量に献上して除名されたと言われています。降伏後、信長と面会した悠仁は、天下人信長を裏切っておきながら、わしは日の本一の正直者ゆえ、義理や人情という嘘はつきませぬわ。弱いから裏切られる、ただそれだけでござる。裏切られたくなければ常に強くあればよろしいだけじゃと言い切ります。周りに控える織田家の家臣たちは肝を潰す思いで、大将の信長と悠仁のやり取りを見つめていましたが、ふっ、面白いことを言うのう。よし、今回ばかりはお主の裏切りを許そうと、あっさりとこの狡猾な老将を許してしまったのです。これだけでも信長にとって悠仁が特別な存在であったことがわかります。さらにこのような逸話が残っています。信長が徳川家康に悠仁を紹介する際、このように言ったそうです。この老人は常人では一つとしてなせないことを三つもしておる。主家三好家を乗っ取り、将軍足利義輝を中殺し、そして奈良の大仏を焼いた。全く油断のならぬ人よ。信長もまた主君から実権を奪い、将軍の義明を追放し、比叡山焼き討ちを果たしていました。情け知らずの残忍で無慈悲な共有という括りでは、まさに二人の武将は同類であり、信長は悠仁に対して言葉にせずとも己と同じ血を感じていたのではないでしょうか。また悠仁は信長と同様に名物茶道具の収集家として有名で、前述したように初対面の時には秘蔵のつくも神茄子の茶入れを贈答し、一度目の謀反を許された際にも岐阜城を訪れて数々の名物茶道具を献上し、信長を大いに喜ばせています。悠仁にとっても、はるかに年下の信長はどこか憎みきれない自分と同類の共有だと意識する部分があり、趣味や心が通じ合うことを分かっていたのでしょう。しかし一度目の謀反から5年後、打倒信長を掲げ、上杉軍が京都へ向けて進軍を開始すると、悠仁はあっさりと二度目の謀反に打って出ます。これは早計に失してしまい、上杉軍は織田軍を手取川で撃破した後、越後へと引き返してしまいます。四季山城に立てこもって体勢を立て直そうとしますが、圧倒的な信長の兵力にかなうわけもなく、悠仁は八方塞がりに陥りました。ここで信長はあることを条件に、今度も悠仁を除名しようとします。わしが喉から手が出るほど求める天下の名物茶器、古典名平蜘蛛の釜さえ差し出せば命だけは助けてやろう、そのように言い伝えてまいれ。実は信長はこの茶釜に執心で、過去にも献上を迫りましたが、悠仁はこれだけは差し出さなかったのです。この申し出に対し悠仁は、平蜘蛛の釜と我が首を同時に信長に差し出すことはせぬと言い放ち、見せつけるように平蜘蛛の釜を叩き割ると天守に火を放ち、自害したと言われています。松永悠仁といえば、数々の非道な行いから日本史上最悪の男などと言われていますが、昨今三好松永氏の研究が飛躍的に進展し、悠仁に対する評価も変化しています。最新の研究では、主君に尽くし家族思いという見方もあり、これからのさらなる研究により新たな一面が出てくるかもしれません。一族を見殺しにして生き延びた男、荒木村重。荒木村重は摂津の有力黒人池田勝政の一家臣に過ぎませんでしたが、持ち前の実力で重臣の一人にまで成り上がり、池田氏を名乗った時期もありました。勢力を拡大した村重は、池田氏が仕えていた織田信長から気に入られ、織田家に臣従することとなります。
織田信長との会見の際の逸話が次のように残っています。織田家に侵入していた池田勝政を追放して池田家を乗っ取った荒木村重は織田信長にとっては良い印象の人物ではなかったと思われます。そんな村重との面会で信長はいきなり無言で刀を抜き剣先で饅頭を刺して鼻先に突きつけ荒木村重を挑発したのです。すると村重は平然と大きな口を開けてその饅頭を食べ始めたのです。その豪胆さに感心した信長はすぐに村重を気に入り日本一の器量なりと絶賛したそうです。織田家への侵入はもちろん摂津の国の支配も認められました。織田家に属することになった荒木村重は畿内での重要な合戦に次々と参戦し戦功を挙げていきます。足利義昭を破り室町幕府を滅亡へ導いた牧島城の戦いをはじめ摂津の国の抵抗勢力伊丹忠親を滅ぼした伊丹城の戦い越前一向一揆の鎮圧など休む間もなく転戦。その中でも約10年にわたって石山本願寺と争った石山合戦では主力部隊として活躍しました。織田家中での荒木村重は畿内のあらゆる戦線に顔を出す友軍的立場であり道家の重臣であった明智光秀と同等の役割を果たしていたのです。なお荒木村重の嫡男荒木村継の正室は明智光秀の娘でした。伊丹城を改修した有岡城へと本拠を移し摂津の国37万石を任されるまでになった荒木村重ですが織田信長から羽柴豊臣秀吉への援軍を命じられた1578年天正6年突如有岡城に立てこもり反旗を翻します。その理由は諸説ありますが明確なことは現在も分かっていません。この知らせを受けた織田信長は意外にも懐柔策を取ります。母を人質に差し出し安土城へ弁明に来れば許すと寛大な条件を出したのです。これを受けた荒木村重は一旦安土城へ向かいますがその道中自身の側近中川清秀と高山右近に止められます。とりわけ中川清秀は強硬に反対し織田信長公は一度疑いを抱いた者を決して許しません、毛利家と結び籠城するのが得策ですと歓迎します。村重は迷った挙句きびすを返し有岡城での籠城を決意しました。それでも織田信長は再び数度にわたって使者を有岡城へ派遣し懇意を促します。多くの敵を抱えていた織田家には荒木村重と事を構える余力がなかったのです。しかし度重なる融和策をことごとく蹴られたためついに織田信長が激怒、有岡城の戦いへと突入したのです。戦いは序盤から信長優位となります。なぜならば自身の側近である高山右近と中川清秀が織田家の内通工作により織田家へと寝返ったのです。また1578年11月6日の木津川沖海戦においても織田方が荒木村重に味方する本願寺毛利氏を撃破します。これにより信長は村重を引き止めず徹底した斬滅を決意しました。11月中旬頃から村重がこもる有岡城への攻撃が激化します。総大将織田信忠の攻撃は長期間に及び村重ら城兵の籠城は10ヶ月に及びました。追い詰められた村重は家臣や側室らを見捨て1579年9月密かに有岡城を脱出して尼崎城に逃れました。有岡城が陥落すると織田信長は荒木村重に使いを出します。尼崎城および四条の花熊城を開城して降伏すれば有岡城に残っていた妻子や一族郎党を除名するという提案を伝えに来たのです。しかし荒木村重はこれも拒否、人情よりも武家の意地を貫くことを選びます。この決断によって荒木村重は一族を見殺しにした男として後世まで批判を浴びることになりました。再び顔に泥を塗られた織田信長は荒木一族は武道人にあらずとして苛烈な仕置きを行います。
荒木村重がこもる尼崎城の近くで重臣の家族ら計122名を処刑しました。このことは信長後期に122人の女房一度に悲しみ叫ぶ声天にも響くばかりにて、見る人目もくれ心も消えて寒涙抑えがたし、これを見る人は20日晦日の間はその面影身に添いて忘れやらざるゆえにて候なりと記されています。さらに家臣やその家族512名を4軒の農家に閉じ込めて焼き殺しました。荒木村重の妻子および重臣36名は市中引き回しの上京都の六条河原で斬首。その様子は当時の書物立理左京之助入道流石によると、火曜の恐ろしき御成敗は仏の御台より小方の始めなりとあり、生産を極めたことがわかります。しかし肝心の村重本人は息子村継とともに親戚の荒木元清がいる花熊城に移り、花熊城の戦い最後は毛利氏のもとに亡命し尾道に隠遁したとされています。1582年6月の本能寺の変後、村重は堺に舞い戻り千の利休から茶を学びます。後に村重は茶の総称として豊臣秀吉に起用されるという皮肉な運命をたどることとなります。しかし秀吉から疎まれやがて出家し、ひっそりと52年の生涯を閉じるのです。一説では秀吉が出陣している最中、村重は秀吉の悪口を言いふらしており、その事実はやがて秀吉の妻尾根の耳に入り、秀吉の知るところとなりました。村重は厳しい処罰を恐れて自ら剃髪し、荒木道君と名乗ったと言われています。武将は負けたとなると自ら命を絶ち、その責任を取るというのが通例ですが、家族家臣を見殺しにして自分が最後まで生き残るというのは何とも意外な気がします。晩年仏門に入り余生を送る中で、自分のせいで処刑された家族や家臣のことをどう考えていたのでしょうか。過酷な牢城から切腹へ別所長春、次に不運な流れから主君選びを誤り戦国一凄惨な城攻めとされる苦痛を味わった別所長春に注目していきます。長春はせっかく織田信長と豊臣秀吉に気に入られながら、最終的には三木城の星殺しという牢城戦の末、1580年1月17日に切腹へ追い込まれます。では別所長春がどんな生涯を送ったのか見ていきましょう。別所家は赤松家の流れを汲む名家で、播磨では当時最大の勢力を誇る大名家でした。1570年、父安春が没すると叔父の義親重宗を後見役に、若くして家督を継ぐこととなりました。1568年、尾張の織田信長が足利義昭を奉じての上洛を決め、諸勢力に上洛に際しての協力を要請しました。長春はこれに同意し、叔父の別所重宗を派遣して尼崎の地で迎えを担当させます。義昭の上洛を阻もうと三好三人衆が襲撃してきた際も、京都に居合わせた重宗が撃退に貢献、将軍から称賛されました。しかしこのことは別所家での対立を生んでしまうのです。織田家の信頼を勝ち得た重宗に対し、もう一人の長春の叔父で後見役である義親は面白くないと感じます。もともと長春を介して別所家の覇権を争っていた二人の溝はさらに深くなってしまいました。そこから情勢は変わり、信長と足利義昭は対立するようになります。1578年、織田信長は対立する足利義昭をかばったとして毛利攻めを決断。配下の羽柴秀吉に中国攻略を命じました。早速秀吉が播磨の攻略に乗り出すと、同エリアは別所だけでなく小寺氏や赤松氏といった諸勢力がすでに織田家に降っていたこともあり、かなりスムーズに進んでいきました。一連の播磨攻略において秀吉が最も信頼していたのが長春だと言われます。彼らの本拠である三木城は陸上交通の要所で、その協力は不可欠でした。ところが
これほどにまで信頼してくれていた秀吉を長春は突如として裏切るのです。一体何が起きたのでしょうか。その原因ははっきりとしていませんが、従来の研究では長春が名門赤松氏の流れを汲んでいたので秀吉ごときの配下に入ることを嫌ったという説、長春の家臣が提案した作戦が受け入れられなかったから離反したとの説。しかし近年の研究ではそれらは俗説であると言われています。では真実は何だったのでしょう。確かにいくら東播磨の覇者とはいえ、畿内の大半を手中に収める信長を相手に短期で勝負を挑むのは無謀でしかありません。鷺の森別院文書によると、1578年3月8日本願寺は別所市をはじめ高砂の梶原市、明石の明石市以下、播磨国内の有力な国衆が信長のもとから離反したことを把握していたことが書いてあります。単に別所氏は単独の判断で信長から離反したのではなく、周辺の有力な領主とも十分に情報交換を行い意思決定を行っていたと推測されます。ここまでの事情を考慮すると、これ以前から毛利方は別所氏ら播磨衆を寝返らせるため調略戦を行っていたと容易に推測することができます。また足利義昭も織田信長を倒すために熱心に離反工作を行っていたと考えられます。そのような状況を冷静に考えた時、織田家よりも毛利家を中心とする連合軍が有利と判断したのではないでしょうか。そしてその判断を後押ししたのが叔父の義親だったと考えられます。信長に味方して順調に地位を築いていく重宗をこのまま放置すれば、義親はますます不利になっていきます。ここは是が非でも長春には毛利方についてもらい、重宗から権力を奪い返したいという意図が義親にはあったのではないでしょうか。そしておいである長春を言いくるめ、この離反を起こすことに成功するのです。別所長春の裏切りにより播磨の戦況は一転して混沌となりました。最も焦ったのは秀吉でしょう。四方に敵や味方が点在しており、いつ自分が包囲されるかもわからない危険な状況となったのです。秀吉はまず三木城の攻略を重視し攻城戦を仕掛けました。信長も秀吉が苦しい状況に置かれたことは理解していたので、織田信忠率いる応援軍で数々の市場を落としにかかります。毛利勢も救援を試みますが、市場の換気城や四方城が落とされ、有効な支援を講じることはできませんでした。その後秀吉が取った戦法は兵糧攻めでした。三木城を徹底して取り囲み、食料をはじめとした物資を城へ届けさせないようにするのです。一方の長春は毛利家に依存する形となり、彼らの支援が届くかどうか、この一点が勝敗の鍵を握ります。秀吉は三木城を徹底的に包囲、長春らもよく持ちこたえます。秀吉は本陣の周りにも大量の浮城を築き、城内への兵糧運び込みを徹底して阻止していました。もちろん長春も必死に兵糧の運び込みに挑戦しますが、なかなか満足な量を運び入れることはかなわない状況。そうこうしているうちに長春と共に信長を裏切った旗野氏が滅亡。反信長連合が苦境に立たされると、ついに毛利氏も三木城の実質的な放棄を決め、別所家の勝ち筋は完全に消滅してしまいます。兵糧の尽きた三木城内の様子は凄惨の一言です。米がなくなるとぬかや貝場を食べ、それが尽きると当時はタブー視されていた肉食に走り、虫や蛇、ネズミを捕らえて食べ、果てには壁土の中の藁まで口にしたといいます。最後は泣く泣く仲間を殺してその肉を食ったとまで伝わります。城内での餓死者は数千人、動けなくなった兵士が城中に転がっているというありさまでした。しかしこの籠城は実に2年に及びます。これ以上籠城を続けても勝ち目はなく、ついに力尽きた別所長春は1580年1月15日浅野長政に使いを出し、自身の切腹と引き換えに城兵を除名することを条件として降伏。1月16日に羽柴秀吉がその条件を了承すると、最後の酒宴にと
酒魚を三木城に送ったとされます。宴会を開いて兵たちの苦労をねぎらった翌日の1580年1月17日、別所長春は自ら妻子を刺し殺し、弟の別所智行、別所春貞と共に自害しました。享年23歳でした。別所長春の正室照子もわずか2歳の竹松丸を抱きしめるようにして、小さな胸に懐刀を突き刺した後、3歳の千松丸、長女で5歳の竹姫、次女で4歳の虎姫を次々に刺し、最後の刀は22歳である自らの胸に当てて、夫より一歩先に亡くなったと伝わっています。このように織田信長に反旗を翻した武将は、たとえ重臣であっても徹底的に殲滅されたことがわかります。しかしそれは当時の政治情勢から判断して合理的な判断があったと言えるのです。天下統一までの道を進める中で信長は何度も裏切りにあっています。このような時代ではついて離れてということが日常茶飯事でしたが、そんな世の中の情勢を見誤らずうまく渡ってきた人物が歴史を作ってきたと言えるのかもしれませんね。いかがでしたか？この動画を楽しんでいただけましたら、グッド評価をいただけると動画作りの励みになります。またよろしければチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。